おはようございます。の雲です。でこのチャンネルの動画視聴者さんの中でよくコメントくださる方の中にですね永井勉さんという方がいらっしゃるんですが先日その方からの提案でですね色ジャズやったな緑で連想されるジャズはとか赤で連想されるジャズはとか、まあ、とりあえず色で どういうジャズが思い浮かぶのかという動画を作ったらどうでしょうかという提案を受けてですね、えー、昨日2日ぐらいでね10色ぐらい動画作ってアップしたんですよね赤とか青とか黒とか無色透明とかね緑とか紫とかねで、えー、そしたらですね確かちょっと待ってくださいね灰色だったかなグレー グレーという言葉で思い浮かぶジャズはという動画をアップしたらですね、永井さんからこういうコメントが来てるんですよ。あなたはすごい、発色やりましたね。ってああ えっと、グレーで8色目だったんですね。で、もう十分です。てんてんてん笑い笑い笑い。もう企画提案者からもう十分です。もうお腹いっぱいだと、もうしつこい、やめろと言われてるわけですよ、私は。<laughs> で、しばらく、自分の世界に戻ってください。てんてんてん笑い笑い笑い。もう夢中になって、猿のように、もう作りまくりすぎたからでしょうかね。そうそう、自分の世界に戻ってください。だそうですね。で、次回は少し間を空けて、 喜怒哀楽喜怒哀楽的な漢字1文字でいきましょう。てんてんてん、笑い笑い笑いで。例えば、涼とか、涼って涼しいという字ですね。で今度は、もう色はそろそろやめにして、今度は数,数字じゃないや、漢字1文字で思い浮かぶジャズの企画あの、動画を作ってくださいというリクエストが来たんですね。で <laughs> で実はですね、もう8色で十分ですって長井さんは書いてるんですけど、えー、っとねもうそのと時すでに私は、もうあの10本分というか、残り2本もですねアップロードの動画配信予約を入れていたところだったんですね。でその後確かね、ピンクと紫、追い打ちかけるかのように動画アップしてるんですけど、それで全部で10色なんですけどね。で、私はこのように返信しました。 ありがとうございます。でもですね、しばらく自分の世界に戻ってくださいって。<laughs> あと2色あるんですよって我慢してお付き合いください。あとピンクと紫あるんですよ。我慢してお付き合いください。次は、喜怒哀楽と量ですかラジャーかっこ疲れたって私は返事していますけどもね。今度は喜怒哀楽ですかって。でもまあ、少し間を開けてとね、長井さん。 気んか間を空けるのもめんどくさいので間を空けずにですねもう量で今回いきたいと思います量涼しいですよね、うん、涼しいという感じを見て思い浮かぶジャズねと言いつつ今考えてるというまあビブラフォンとかがいいのかねまあ音色的に涼しいもんね でもね、それだけだとちょっとベタだよね、なんかね。なので、もうちょっと涼しさを感じる、こういうね、今まだ真夏なんですけれども、ちょっとお盆過ぎたぐらいの時期なんですけれども、その時に聴きたくなるような涼しいジャズは、やっぱ、シェリーマンのペンギンアルバムですかね。えっ、ー、とね、The Three and The Two というアルバム。これ夏聴くとなんかね、 スカスカで涼しい感じするんですね、涼しいというか、ちょっと隙間風が吹く、まあ、寂しい感じもするかもしれませんけれども、意外と私、これ好きなんですよね、ペンギンが3匹、ジャケットにイラストでね大きく、皇帝ペンギンだと思うんですけどもね、描かれているジャケットのシェリーマンのリーダー作なんですけれども、特にこれの前半、私好きなんですよね。あの 前半はね、3人だけでやってるんですよ。ベースがいないんですよ。あのね、シェリーマンと、あとトランペット、シェリーマンドラムですよね。で、トランペットと、あとクラリネットだったりとか、サックスだったりするんですけれども、まあ、ショーティ・ロジャースがトランペットでね、で、ジミー・ジュフリーがクラリネットとか、まあ、管楽器吹いているわけですよ。木管楽器の方をね。 これはねなかなか隙間風吹いて涼しくていいんですよ。やっぱベースがいないだけでこんなにもなんか重量感ないというか、まあ、逆にベースがないだけにこのシェリーマンのシャープなブラッシュワークとかが結構ね楽しめたりするようなところはもちろんあるんですけれどもこの妙なこの空間の空いた なんていうか隙間風が吹くようなところが逆に涼しかったりもするんですよね、まあ、別にペンギンがジャケットだからこう、ね、夏にこうペンギンとか南極を連想して涼しさを感じるとかそういうわけでは全然なくてですね。 なんかね、いいんですよね後半あの。特に1曲目のねフリップとか聞いていただければ、なんか涼しいですよ。<laughs> 涼しいというか <laughs>、妙なこう空間的な感じが、なんか、ま、結構気持ちよくてね。あと、オータム・イン・ニューヨーク2曲目なんかもね、いいですよね。あの、聞き慣れたアンタララララのメロディーが、このトランペットとクライネットかなだけで彩られてあれ、テナサックスだったっけごめんなさい。ちょっと記憶がおぼろげなんですけど <laughs>。えー 管楽器2本とドラムだけで、なんか、のちょっと上手い人が練習しているような一場面をのき見てるような感じでね、なんか、ピアノもベースも入ってないね、オオタミンこれ聞くと、なんか、まあ涼しいというより寂しい感じがするかもしれませんけどもね、あとは、もっともっと先進んでいっちゃうとですね、あの後半なんかは、もっとすごいんですよね、あの、 シェリーマンとラス・フリーマンのピアノとドラムのデュオなんですよねただまあピアノだといろんな音域をこう弾くことができるので前半のようなこうスカスカ感がないのでだからやっぱり私涼しさを感じるとしたら前半の方がいいなと思うんですけれどもね涼しいというか、まあ、ちょっと寂しさも感じるようななんか不思議空間なんですよねだから逆にこの 空間って今言いましたけれどもシェリーマンというドラマーの空間作りの巧みさみたいな空間をどう構築していくのかというですねこのセンスみたいなものが非常にあらわになってってか聞きやすい認識しやすいような、まあ、フォーマットにはなっているんじゃないかなと思うんですよねなのでなんかね いいんですよ。<laughs> いいんですよとしか言いようがないんだけどもね。あと、アブストラクトナンバーワンっていう曲なんかも、これ涼しくていいですよね。な,なんか、不思議なアルバムです、これ。<笑><笑>ぜひですね、来ていただきたいなと思います。なんか、面白いですよね。実験的といえば実験的かもしれないし、あと、まあ、 ベースとかピアノとかの、まあ、耳慣れた楽器が抜けてやってることはいつも通りなのかもしれませんけれども何か面白い試みだしそこから生じる隙間風隙間空間みたいなところが妙に涼しかったりもするんでねだから量といえばね量。 涼しいという感じを見てパッと思い浮かんだの。パッとって喋りながらさっき思い浮かんだんだけど。<laughs> えと、他に何だろうね、涼しい。やっぱビブラフォンとかなのかな あやっぱモンタラとか好きですねあのビブラフォンじゃなくてザイドフォンかな、まあ、シドフォンとも言いますけど、まあ、も木琴だったのかなあのボビー・ハッチャーソンのね「ねタララータララータラーなんか鼻歌歌い始めるとなんかお風呂入りたくなっちゃうとうかお風呂入るとそれよく鼻歌で私歌ってるんですけどモンタラなんかもう,こう夏の少し。 夕暮れに風が吹いてきたあたりに、こう、スイカをかじりながらですね、聞くと、とてもいい気分になれるような感じのね、あと、なんか、あとは、かとりせんこの匂いとかね、豚かとり、最近見,見ないですよね、豚カトりね、かとりせんこ入れるあの、豚さんの容器みたいなものね。 あと、あ,とあんまり、うちでただ炊かないだけかもしれませんけど、カトリり線香の香りって、なんか夏です、なんか懐かしい感じしますよね。買おうかな、緊張のカトリり線香、売ってんのかな、スーパーとか行けばね。<laughs> なんか、全然、あ多分あの、ボビー・ハッチャーソンはモンタラを録音してるときは <laughs>、 カトりセンことかスイカとかそんなの全くイメージしてなかったはずなんですけどなぜか私はまあもちろんホテルのラウンジとかでちょっときつめのお酒をベースにしたちょっと甘めのカクテルを飲んでるようなちょっといい気分ももちろん感じるんですけどそれとは別に モンタラをかけながらスイカ食べたいなって、あと麦茶飲みたいなって思いました。まあどうでもいいんですけど <laughs>、まあ、まあ涼しいっちゃ涼しいですよね、モンタラなんかもね。そんな感じで私が涼という漢字を見て思い浮かんだジャズを、まあつらつらと適当に話してみましたけど、皆さんはどのようなジャズを思い浮かべるでしょうか。もし思いついたものがあったらコメント欄にどうぞ。というわけで、また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。